まあ、緊張しているかなとおっしゃってましたが、そのかカナダが4点のリードとなっています。アマウリ・ステファニーのアタック、いいですね。いいですね、積極的で。彼女も3人制の代表として東京オリンピックに出場しました。まあ、この山本からオコエ、逆サイド中には渡嘉敷がいますが、リバウンド以下方、ひまわり、渡嘉敷、林の5人。ここ山本舞が入ってきましたね。そうですね、先ほどいいプレーがありました。林からマウリ、ステファニー、ステファニーのアタック決めました。最後決まってきてますよね。そうですね、渡嘉敷も奮闘していましたが、リバウンドショットを決められ、カナダが54点。っていうところもありますか。そうですね、まあ今高田選手みたいなね、ベテランの経験がある選手がインサイドで、まあ、得点取れた方が良かったかなと思うんですけどね。三好のスリーいいですね。山本からステファニー、日本は高田真希、マウリ、ステファニー、はい、最初からいいプレー出ましたね。ひまわり、林、山本の5人で入っています。林のスリーポイント、リバウンド、ステファニーよく取りました。オーバータイム突入となりました。この試合83対75、今度はステファニーのアタック、バスケットカウント。パスもうまいですね。アウトサイドからこれは落ちています。元パス、マウリに通って、マウリ、ステファニー、山本、ディープスリーは来ないが、おお、マウリ、オフェンスリバウンド。このマウリ選手はね、今日はそこまで点数取ってないですけれども、ディフェンスでの貢献度、またリバウンドでの、ガンガン持って、マウリ、マウリが行く、マウリ、おお、沈めた。バスケ塾ではバスケに関する情報を発信しています。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。